愛知県岡崎市、戸崎町の小豆坂古戦城小豆坂の戦いは、岡崎城に近い三河国の片郡小豆坂で行われた戦国時代の合戦。三河側の今川市、松平市連合と、尾張から進行してきた小田市の間で、天文十一年と十七年の二度にわたって繰り広げられた。発端は、松平市家中の家督相続をめぐる対立だが、 これに、領地拡大を図る小田氏と今川氏が介入し、事実上、松平清康の死後勢力の衰えた松平氏に、代わる西三河地方の派遣をめぐって、小田信秀と今川義元との間で生じた構想である。岡崎城主として、西三河の平信を支配していた松平氏は、松平清康の代に三河全域を、ほぼ平定したが、 天文4年の森山崩れによって清康が不良の死を遂げてから一族間の内紛が起こり、動揺していた。やがて清康の志士広田が、東の駿河国、東都海国を支配する今川義元の講演を受けて、岡崎城に戻り、家督を相続するものの、依然として勢力は不安定だった。尾張の南部に勢力を広げ、戦国大名家を進めていた。 織田信秀は、天文9年に、松平氏の弱体化に乗じて、西三河の松平氏の重要拠点である、安城城を手中にし、松平氏の本拠である、岡崎城の目前である矢萩川のすぐ西まで、その勢力を伸ばしていた。織田信秀の西三河平野部への進出に対し、松平氏を講演しつつ、東三河から、 西三河へと勢力を伸ばしつつあった、今川義元は、西三河から、小田氏の勢力を駆逐すべく、天文11年8月、太平を率いて、幾田原に軍務を進めた。一方の小田信秀でもこれに対して安城城を発し、矢作川を渡って、対岸の上和田に婦人。同月十日、両軍は、岡崎城東南の小豆坂において激突した。この戦いは、 織田方の小豆坂七本槍をはじめとした少子の奮戦によって、織田軍の勝利に終わったとされる。また、第一次合戦の今川法大将の伊原は、伊尾原であり、大元切祭のことである。しかしながら、この第一次合戦については虚構であるという説もある。それは、今川市の東三河進出が、天文12年以降のことであることによる。また、 当時の今川氏は本拠地である駿河国東部でも北条氏と衝突を繰り返していたことにも留意する必要がある。小豆坂の最初の激突の後、小田氏の終わり、三河国境地帯に対する影響力は高まり、天文13年には三河国壁海軍の狩矢城を中心に国境地帯に勢力を持つ国人の水野信元が、 岡崎城主、松平広忠の妻、小田井の方の兄でありながら、松平氏と絶縁し、今川氏を離反して、小田氏に従った。この情勢を受けて、広忠は、小田家に対抗し、今川家との関係をさらに緊密に、するため、着手、竹千代を人質として、今川氏の本拠、寸府に送ることにした。しかし、天文16年。 当時六歳の竹千代の身柄は、五層の任に当たった、田原城の城主、戸田康光の裏切りによって小田方に引き渡されてしまった。小田信秀は、人質の竹千代を利用して、広忠に対し、今川を離反して、小田の参加に入るよう説得したものの、広忠は、今川氏を頼って、小田氏への徹底抗戦の構えを崩すことはなかった。同じ頃、信妃は、 着南、信長に、斎藤道三の娘、農姫を目取らせて、累年の敵であった、美濃の斎藤氏とは僕を推進した。これにより北の憂いをなくした信秀は改めて、東へと目を向け、奪取した安城城を、京都府として、岡崎城の攻略を起とするに至る。こうして、天文17年3月、信姫は、岡崎城を武力で攻略することを目指し、 所長氏信弘を先方とし4000余の兵を率いて、安城城から矢作川をとか、上和田に着陣した。今川義元も、松平氏救援のため、約1万の兵を、大元節災を、大将、朝比奈康義を副将として出陣させ、同月19日に、小田軍先方の信弘と接触し、あずき坂で合戦となった。この戦いでは、 はじめ今川勢は、坂の頂上を付近に布陣していたために優勢であったが、信弘大も劣勢を悟って、無理をせずに兵を、信秀本体のある技の付近まで下げ、本体と合流して、勢いを盛り返した小田方の奮戦によって、松平隊が崩され、次第に今川方の配色が濃くなりつつあった。ところがこの時、復兵となっていた今川方の部隊が、構勢に転じ、 織田本軍に横槍を入れたことで、織田勢は、総崩れ、再び、矢作川を渡って安城城まで配走することとなった。ところで、松平広忠と岡崎城は、今川方にあるということは、第二次合戦の前提として、これまで全く疑われることがなかった。ところが、越後国本政治の第九世である久年氏が残した書状の中に、 天文16年9月に、岡崎城が、織田軍に攻め落とされたという記述があることが、判明しこれを事実とする説が、村岡三清によって唱えられた。この新説は研究者の中でも支持する動きがあり、さらにこの説を発展させて、松平武千代は、戸田康光の裏切りではなく、広忠自身が幸福の証として、織田氏に引き渡したとする説まで出されるようになった。 前述のように、松平広忠と岡崎城が第二次合戦の半年前に小田方に降伏してしまったとした場合、松平広忠はいつまで小田方にいたのかによって、第二次合戦の解釈が全く違うものになってくる。これについて、村岡三夫は岡崎城が落城したとされる天文16年9月の下旬に発生した私河原の戦いの段階で、 広田だと岡崎城が今川方に復帰していた可能性も排除できないとする。一方で、第二次合戦当時は広田も岡崎城も共に、小田方で、同合戦での今川市の勝利後に今川方に復帰した可能性が強いとした。その根拠として、一三河物語には松平勢の動向が全く出てこないこと。二松平家でも、 岡崎州を率いているのは今川家神の朝比奈信置である。三個の岡崎州が岡崎城から出陣して東から来る今川軍と合流したとすると西から矢作川を渡ってくる織田軍に岡崎城の留守を狙われることになる。四反対に広忠の部隊が岡崎城にいたとしても小豆坂から 岡崎城の傍らを通って矢作川を渡って撤退する織田軍を迎撃、追撃した記録がないのは不自然である。5以上の点からして松平広忠及び岡崎城が今川方であるとすると織田軍に内通したと疑われても仕方がないレベルの配信行為を行っている。として第二次合戦での岡崎城と 松平広忠は、小田方についており、今川氏の勝利後に今川方に復帰した可能性が高いと見ている。なお、ここで問題になる、今川軍にいた、岡崎州の存在であるが、村岡は、小田軍への降伏をが演じえずに、今川氏を頼って、老人となった松平氏家臣であろうと推測する。つまり、 この説に基づくと、当時の松平氏は広忠に従って、小田氏に降った家臣とそれを拒否して、今川氏を頼った家臣に割れていたことになる。ただ、村岡の岡崎城攻略と、松平広忠の小田方へ降伏した説を支持する研究者でも、小豆坂の戦い段階では、松平広忠がすでに、今川方に復帰していたとする見解もある。例えば、 柴広之は、武家激連期に、天文17年に、斎藤利政の説得によって、織田山と守ると、松平広忠が挙兵したことが記されており、この時に、広忠が、今川方に接近した結果として、小津坂の戦いが、起きたとしている。この説によれば、斎藤道蔵と、 松平広忠の同盟の存在とともに、道蔵の働きかけが、第二次合戦の原因の一つであったことになる。第二次合戦において、今川氏松平氏連合は、勝利を、収めはしたが、この合戦のあった、天文17年に、松平広忠が死亡してしまい、松平氏の直投当主である竹千代が、小田氏のもとに、人質としてある以上、岡崎城は、 無主の状態になってしまった。そこで、翌天文18年、大元切災は、人質交換によって、竹千代の身柄を、今川氏の保護下に奪還することを狙い、11月8日から9日に、かけて、今川軍と、松平軍を率いて安城城を攻略、信広を捕虜として、竹千代と交換する交渉に成功した。今川氏はそのまま竹千代を駿府に引き取って、 松平氏を完全に保護下に置き、西三河の拠点となる岡崎城に今川氏の派遣した大官を置いた。一方、安城城の疾患により小田氏の三河進出は挫折に終わり、さらに天文20年には小田信秀が病没、後を継いだ信長とその弟、信勝官で内紛が起こった。この結果、終わり、三河国境地帯における小田氏の勢力は動揺し、 信秀の死に前後して、鳴海城、笠寺城を守る山口氏が今川方に投降し、逆に今川氏の勢力が終わり側に食い込むこととなった。やがて弟との争いを乗り切った織田信長は、終わりの統一を進めて力をつけ、笠寺を奪還。さらに、鳴海城の周辺に取り出を築き、鳴海城にこもった今川方の武将。 岡部元信を合意するに至る。これに対し、永禄三年に、今川義元は大軍をもって、尾張へ進行した。鳴海城をはじめ孤立した今川方の勢力を、救援し、国境地帯の争いを劣勢から巻き返そうとした。この戦役において勃発した合戦が、桶狭間の戦いであり、首相義元を失った今川軍は、 三河から急速に勢力を交代させ、代わって松平元康に率いられた松平氏が復興することになる。間もなく松平氏は小田氏と同盟を結んだため、長らく続いた終わり、三河国境地帯の争いは沈静化していった。ありがとうございます。